見発見というところで、この動画は農林水産省で最も知名度の低い餌機関であるニャンコバル動物薬品検査所、通称ヤッケンを PR する動画です。しかしながら、この私ヒロキは今年4月でヤッケンから本省霞ヶ関の方に移動になります。このヤッケン発見シリーズでですね、いろんな動画を撮ってきました。この風の強い屋上で叫んでみたり、牛の模型をマスコットに仕立て上げたり、変な踊りを踊ってみたり、ヤッケン職員のランチに突入してみたり、早口を言ってもらったりだとか、いろんな動画を撮らせていただきました。ヤッケン発見、今後ヤッケン発見シリーズはこの残ったメンバーを中心に活動していきますので、引き続きよろしくお願いします。やっけん発見、ひろきさん、はい、ご栄転おめでとうございます。ありがとうございます。やっけんの2年間で薬機法のプロフェッショナルになられたことかと思います。ということは薬機法の正式名称10秒以内に言えますよね。いや、もちろんですよ。それではどうぞ。はい、医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律、以上。さすがです。みんなで踊りましょう。にゃんこバル、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 ただにゃんこバル、やっけんやっけん、にゃんこバル、にゃんこバル、にゃんこバル、やっけんやっけん、にゃんこバル、にゃんこバル、にゃんこバル、エヌバル、エヌバル、にゃんこバル、にゃんこバル、にゃんこバル、エヌバル、エヌバル、にゃんこ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 バル、やっけん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 、にゃん